どうもラビットラの渡辺です。はい、松本です。はい、本日もよろしくお願いします。はい、4月の7日の金曜日収録しております。はい、前回ね、多分収録したのが4月の1日とかやったんで、ほうほうほう、あの110円の日ですね。ああ、そうやね、あの森の宮のほんま外でやってたよね。そう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 、それには一切言わんと。それは一切言わずにやってましたけども、110円やってるな、ね、皆さん花見とかしたんですかね、終わってから。どうなんでしょうね。見ました。花見ました。花見ますよ、ちらっと歩きながら、ちらっと花なんか見てないやろ、みんな。いや、見てますよ。外でお酒飲みたい、あの、そうか、あれがいいんか、うん、でもそうちらっと見て、なんかその何なんあれ、何が楽しいの何がいや、分かれへんねんけど。え、あれ楽しいんか、あれは。あれは楽しい。楽しいんか。楽しい。やっと外で、あの、動けてるっていう楽しさがある。あー、で、あったかくて気持ちいいし。そう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 。っていうことか。そう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 。なるほどな。うん。で、お酒飲めてみたいな。そう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 。だから、お酒飲まない人。うん。で、花にも興味ない。うん。うん、全然あれですね、視界にも入らないんじゃないですか、本当に。そうやな、うん、がパーって散ってきて、うん、顔とかにファってなって、うん、ってなるみたいなのとかでうっとい。あー、まあまあね。いや、もうマジでな、うん、花見とかそんな別にそんな興味ないんよな。あら、そう。なんかな、お酒飲まへんやん。あー、もうその時点でそんな、うん、別に楽しないというか、はい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 、しんどいなが勝つのよな。そのなんか地べた座っててとか、あで、ちゃんとご飯もちゃんとしたもんじゃないやん、言っても、はいはい、買ってきて、で時間経てば経つほど、うんうんうん、もう鮮度落ちていくやん、うんうん、お菓子とかもしなしななって言っていいことないけどな。それはいいやん、そんなそれはもうしょうがない、そういう、それが、それはそれで良かったりもするし。そんなせえへんよ、その時間経って、うん、しなしななったポテチとかさ、冷え冷えでカチカチになったチキンとかさそんな出来たて求めへんねん。分からへんで、何を持っていくんか、ああいう場合にな。いや、だからそのなんていう、まあ、花見を、まあ、するせえへんは、まあ、別として、うん、あのちょっともうそれこそこのマスク生活が終止符打たれたんじゃないかなって思う、なんか状況やと思うんだけどな。せやな、うん、うん、俺だってもうしてないもん。そうそう、マスク、うん、結構もうせんでいいような感じなってきてるやん、さっき言ったみたいにさ。まあ、ほんまに俺はもう取ってる。まあ、ほんまに仕事する時ぐらいじゃない多分。そう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 、本当にほんまに なんか仕事の時だけやな。うん、ライブの時だけよな。だからその時ぐらいで、まあ他はまあほんまにそれこそ取ってる、うん、取ったり取らへんかったりしてるね。まあ状況に合わせて、あ、うん、やってるよ。ほんまにつける状況ってどこなん。まあ電車とか。あ、電車ってつけなあかんの。いや、そんなことないよ、全然つけたり外したりしてる。うん、なんかバスつけなあかんの。いや、そんなことないよ。あ、そうなんや、うん、なんかつけなあかんみたいな言ってた人がおって、え、そうなんと思って。全然そんなことない。あ、そうなんや。じゃあ別に自由なんや。 そこは別にほんまに自由やし、うん、でも今めちゃくちゃマスクしてるけど自分。うわ、一応マスクはしてますねそうですね。なんでなん。それは今はなんでなん。それは今はあったかいからですね。あ、マスクしてたらあったかいじゃないですか。そのポカポカして。そう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 。寒いの今。寒いよ、ほんま。うん、外も寒いやん今。一番ちょうどいい俺。一番今寒いし、また戻ってるやんって思って持ってるから。ちょっと冷えるやつで。そうそう、でもまあまあ、また雨やったからな、うん、今日はな、うん、だからちょっと寒いかもな。あと単純に花粉症の人もおるやん。あー、まあね、そういう人らもしてるよな絶対。普通にしたいやんか。あ、そういう人もおるからな。まあだから、あのなんていうかな、まあそのお花見とかもそうやけども、うん、花見めっちゃ好きな人おるやんか。おるな、うん、しやろうやっていうな。そう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 。で、まあ、まあ昔から言われてることやんけど、うん、まあ花鳥風月、うん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 、で、要は順番やめてるか。そう、もうやめてると思うよ。そっか。そう、その花鳥風月、うん、うん、
で、どういう意味か分かる？いや、ちゃんとは分からん。ちゃんと分からん、うん、なんか年取っていくと、うん、この花鳥風月の順番に、うん、要は好きになっていくねんて。花、そう、花、最花好きになって、で次鳥やねん。で風好きなるってなんなん？なんかそのライト兄弟。いやいやいや、飛行機乗りなん。いや飛行機乗りかどうかわからんけど。風月、そうで月、月最後は、最後は月で花鳥風月で月をこう目で出したらもう死ぬ、終わり、終わり、もう終焉、もう終焉。そう、そういう意味なんや。そういう意味なんですよ。今どれなの？いや、だから今は、カーか。だからカーにも行ってないから、まだ若いんやなっていうのは、まだ全然知らへんわ、あなた。そうね、カーにも行ってないわ、俺。で、うちの。虫とかすごいから嫌やもん。カー、花って。ああ、まあな。まあ、そういう理由での花嫌いっていう人もおるけども。おかんがね、今ちょっと鳥に入ってるんだよ。あ、でもお母さんで、うん、おかんは今鳥に入ってるわ。鍋さんでかやろ、うん、最近か、最近、最近、まあでも、いつ、まあでも花、あ、でもほんまにシンプルに花綺麗やなって思い出したのはもう 2,3 年前からずっと。あ、ほんま、じゃあ、うん、もうじゃあ33とか前半の時に思い出したってこと、まあ、もうそう、うん、それでお母さんか、超鳥、うん、鳥さん、鳥、鳥やねんけど、あのなんかあの鳥好きやわって、うん、なんか結構前から言ってて、何の鳥かって言われたら、うん、あの神戸動物王国の、うん、あのでっかい、あの動かへん、動かへんあれめっちゃ好きやねん。いやいや、みんな好きやって、あれ最初おもろいねん。あれぬいぐるみ持ってるぐらいやから。あ、めっちゃ好き、ね、めっちゃ好きやねん。あ、鳥入ったんやって、それでちょっと若干。神戸動物王国の鳥は好きやけどな、俺も。あ、飛び級かも、飛び級かもしれんよ、ほんまは。うん、めっちゃ前半に花好きやったんかも。ああ、もうそれを通り越して何も思ってないだけで、うんうん、だって神戸動物王国で、うん、なんかそのワシ、うん、猛禽類のショーやんねん、うん、あるね、バードショーみたいな。バードショー、はい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 。でコンビやねん、そのなんかその調教師さんと鳥居さん、うん、で、ゲーやんねんけど、うん、今日デビューですみたいな鳥おって、うん、あら、嫌な予感するね、うん、グツグツやったね。バーって飛ばすやん、うんうん、なんとか行っておいでみたいな、お姉さんが、うん、バーンって行ったら、うん、そのままファーって行って、うん、着地せなあかんところ飛び通り越して、うん、一番奥の壁の、うんうん、一番高いとこに止まって、そっからも動かへんかって。まあ、あるよね。受けてたけどな。まあ、生き物やからね。あ、そう。そうそうそう、鳥が好きなんや、お母さん。鳥が好きなんで、そっからこう、どう風に行くんかっていうね。風好きがな。うん。いい風やな。そうそう。風が気持ちいいとか言うやん。うん。うん、それを浴びたいって思い出すんか。好きっていうことは。それを感じたいみたいな。ほんで山行くみたいな。そう、登山好きな人っていうことか。年配の人多いやんか。もう全部行ってるやん。花もあるしさ、鳥もあるしさ、そうそう、鳥もあるし、風もあってさ、遭難して月で死ぬ。いや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 、ワンセットで。もう1日で1日で行かへんよ、六甲山でさ。いや、事故やん。ただの事故やん、それは。それただの事故ですけど。だから登山好きなのは、でもそういうこともなんかなっていうのは、なんか思いますけど。あ、そうそう、お月見とか。お月見っていつ？まあでも9月とかじゃない？ちょっと涼しになってきてみたいな、うん、お月見はせえへんの？みんな月見はせえへんやろ、さすがに。だって団子を添えてみたいな、んな昔の。いや、月見っていう、うん、そのの理由付けにさ、うん、酒飲めんじゃない、みんなで集まって広場でさ、公園とかで、そういう、そういう名目でやったりする人おらんのかな。もうおるとしたらもうめちゃめちゃよぼよぼかやね。そうか、あんまやらんのか。みんなそれは花見はやるけど、お月見はせえへんねんな。月見はせえへん、お月見を理由に酒は飲まへんねんな。そういうもんじゃないもんな、そういうもんじゃないからな、お月見って。うん、まあだからそういうなんか感覚になっていくんかなっていう。ああ、うん、いや確かにそうやな。うん、なんかその感覚はすごい、なんか言うわ、言う、あの花好きやと思ったら言うわ、報告するわ。うん、
一段階上がったねっていう、うんうん、ようこそってその調子って言ってその調子って言いますわ何の調子かわからんけどもまあね、そんな話でございます。おばちゃんめっちゃ持っていくもんな、花。なんか開店記念のさ、お花とかあった時、あ、持っていく文化あるやん。そうやね、おばちゃん持っていくもんな。うん、根こそぎ行くからな。持ってってもらった方がいいしな。まあね、あれはお店的にも、ね、助かるから。そういうの、そうそう、処分せないから。でそういう文化なんやろあれ。あ、そうそうそう、そう持っていくっていうのが、全然持っていっていいよっていう。でほんま余ったらもう捨てんのめんどいからな、あれな、まあ、グズグズなっていってさ。そうだね、処理すんのに、ね、そうそうそう、手間かかりますから。持ってってほしいんですよね。そうか、そういうこと。おばちゃんの持っていくもそういうことか。そうなんですよ。じゃあちょっとこれあの時間あんまりないんですけども、はい、またちょっと質問が来てますので、うん、最後ちょっと短いんですけども、ちょっと答えてもらっていいですか。うん、いいですよ。もう松本さんにだけの質問なんで、うん、あの愛と恋の違いを教えてください。愛と恋、はい、愛は、はい、恋は感情やってるもんや、はい、恋は好きだの嫌いだの、はい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 、なんかもうやきもち焼くだの、会いたいだの感情で、はい、愛はもうそういうことの次元じゃ、はい、もう一個上よなと思う、多分。もう無償のものやから。あ、もうそのなんていうかな、もう自分から行くもんでもなく、そう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 、うん、当然のようにできることよ。息子にそうでしょ。いやどうかな。結婚できるよ君も。そんなそんなことを言えないと結婚できますよ。そう、うん、だからこそ難しいね。あ、はい、ありがとうございます。貴重なお話いただきました。ありがとうございます。今日はここまでで、はい、ありがとうございました。